ポケモンシルエットクイズ、このポケモンは何でしょう？猫のポケモンです。居心地がいいところでは居座って自分のスイカにしてしまいます。答えは動画の最後です。皆さんこんにちは、ダイスです。今回はポケモンソードシールドやっていきましょう。今日はレアス行ってみたいなと思います。1個だけ今出てる感じだったので、ここのレアス確認しましょう。冠の雪原のエリアに出るのは久しぶりです。あんまり見ないかもしれない。星5で出ましたね。ではみんなで挑戦行ってみたいと思います。よろしくお願いします。久しぶりに引っ張り出してきたポケモンを連れてきました。アーマルド、あんまり私会ったことないかも。はい、色違いカヨガ、これね、視聴者さんからプレゼントでいただいた子です。雨降らし効果なので雨降らします。そう、ピンク色なんですよね。サンムーンかウルトラサンムーンの時の限定配布みたいな感じでもらった子ですね。根源の波動、これを打ちましょう。命中率が少ないんだけど、いけるかな。ダイマックス枠は誰か他の方に任せちゃおうと思います。アクアブレイク、あ、みんな水タイプの技で攻めるかな。もしかしたらピカチュウ、波乗りピカチュウかもしれないなと思って今見てるんですけど、何技打ってくるんだろう。お、85% 引けましたね。ダイワームピカチュウ、ああ大丈夫だった。サポートで壁張ってくれてましたよね今。はあ、ピカチュウが、これどうしようかな。絶対当たる技の方がいいよなって思うので、 100% なのでこれ打っときましょう。まずはバリアを消さないとですね。星5のアーマルドって初めてかもしれないのですが、なんとなく防御が高い気がします。お、かじりガメが、巨大マックス個体か通常か、楽しみですね。そういえばかじりガメの巨大マックス個体ってあんまり使ったことないな。あ、通常かじりガメだ、かわいい。多分水タイプの技でやってくれるんじゃないかな。ブレインキッス、回復入りますね。ピカチュウを回復させてあげたいんだけど、特にな、なんか持ってるのがないんだよね。これで1回目のバリアが終わりましたね。次海洋画な気がする。ここで冷凍ビーム打ってよかったのかな。呪いの攻撃、あ、上がって下がって攻撃上がる、防御も上がる。シザークロス、あれまだバリア張らないんだ。火炎車、あ、まだ張らない。ってことはライストリームが打てるかな。あー、でも半分ぐらいまでで止まっちゃいますよね、スアヌのポケモンだと。あ、やっぱり波乗りピカチュウだったもしかしたらって思ったんですけど、ピカチュウ波乗りでしたね。一時期確かイベントのポケモンで波乗りピカチュウ出てた時ありましたね。私あんまり使ったことないな。はい、これで黄色ラインができました。ありがとう。根源の波動がちゃんと当たって幸せすぎます。これは本当に外すときはずっと外すんですよね。あ、ピカチュウが、ごめんねピカチュウ、ありがとう。ピカピカ、これで2度目のバリアが破壊。
このターンでいけるのかな。なんかいけそうな感じしますよね。どうしよう、ダックリューってみんなのところ行っちゃおうかな。あ、行かないね。よかった。波乗りとかだと周りも含めてになるけど、ダックリューは相手だけだね。よかった、頑張れー。お、今ボルトの帽子でしたね。私持ってるけどつけたことないな。そういえば着替えたいなって言いつつ、あれですね、迷ってそのままにしちゃってる。ありがとうございました。ゲットしておきましょう。アーワルドはそんなに持ってないんですよね。ダークボール、あ、なんか特にないからゴージャスボールに入れば嬉しいで投げとくかな。で、今ちょうどハイパーボール切らしてて、ダークボールかリピートかで、リピート結構使っちゃったので手持ちになかったですね。買いに行ってきます。入るかな、ゴージャス。お、来た、ありがとうございます。やったね、アーマルドゲット。メガホン、虫のささめき、吸血か、あんまり使わないからレコードとしてはいっぱい持っちゃってるやつですね。手持ち、あ、そのままにしようかな。ボックスに送っておきます。はい、買い物終わりました。どうしようかな、せっかくだから着替えますか。すごい久しぶりにブティックに行きますね。実は私全種類買おうと思いつつ買ってないのがたくさんあります。そう、購入済みも多いんですけど買ってなかったものもあるので、ちょっと購入して着ていこうかなって思います。何がいいかな、なんかこういう感じのも可愛いですよね。まあなんか夏になってる時期だから夏っぽいのもいいかもしれないな。ちょっと夏っぽくしてみようかなと思います。目指せ夏。なんか素敵なのないかな、夏っぽくできるやつ。お、迷いますね。できました、夏。足元ちょっと暑いけどね、夏仕様にして半袖です。いや、夏といえば階段ということでT シャツに選んだのはゲンガーにしました。よろしくお願いします。お、シャクヤちゃんがいる。では行ってみたいと思います。ゲンガー、色違いゲンガーをよく使ってたんですけど最近は出してなかったので久々ですね。持ち技もね、ちょっと変えてきました、いろいろと。これで打っていこうかなと思います。まあ、ノーマルタイプなので多分ねには抜群は取れないですけど、それでも攻撃は高いと思うので巨大モックス化させます。かわいい城で、この子ね本当は使いたいんですけど固定値がねあんまり良くないんですよね。なのであまり使わずやっちゃってました。なんかそのうち使ってあげられたらいいなっていうタイミングを見逃してますね。バトルタワー行くときにゲンガー連れて行ってもいい気がしますね。最近同じようなポケモン使っちゃってたので、ゲンガー今レベル100なので、まあ、銀の王冠でね足りないところちょっと入れて調整して連れて行ってもいいかなってちょっと思ってます。かわいい、口開いてるのかわいい。そうそう、冠の雪原にも巨大マックスゲンガーが出る巣穴があるので、近いうちにね塊投げ入れして挑戦してみたいなと思います。個人的にはゲンガーの巣穴、巨大マックスゲンガーってイベントの時にしか出会ってないし、数もねそんなに多くいけてなかったので、久々に
挑戦してみようかなと思ってます。まあ、出るかどうかわからないんですけど、レアスをね最近自分で出せてないので、今度ねやってみます。かわいいなさ、あのずっと笑顔なんですよね、ゲンガって。なのであの巨大マックス個体で使うのが好きですね。あともうちょい、みんなが多分頑張ってくれるので終わりそうですね。ストーンエッジ、最後はシャクヤちゃん、ありがとうございました。はい、この多分ねはもう星さん個体なんで捕まえないで逃がします。いや久々に出せてよかったです。他に巣穴が今立ってるところがないので、多分向こうを見てきたところを消せばまた冠の雪原もね新しく、マックスで巣穴出ると思うので消しとこうかなって思います。この動画が少しでも良かった方は高評価のボタン、チャンネルのご登録、コメントよろしくお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回のポケモンシルエットクイズの答えはブニャットでした。それではまた、 See you!